こんにちは、白澤あかりです。今日はちょっと短い動画なんですけれども、見ていただけると嬉しいです。お仕事で江ノ島の方に来たので、今日はちょっと江ノ島の食べ歩きをね、ちょこちょこっと Vlog 的な感じで撮ってみました。美味しそうな浜焼きさんたちがずらっと並んでおり、私はホタテを食べました。本当はイカも食べたかった。でね、ちょっと行ってみたかったお店があったんですけど、なんとですね、そこのお店がその日やってなかったんです。残念ということで、近くにあった美味しそうなお店に入りました。こんな風にたくさんメニューがあって迷ったんですけど、私はこのネギトロマグロ丼を頼みました。あと江ノ島サイダーも頼んだ。なんとですね、ここの店員さんが私のことを知ってくださってたみたいで、声をかけてくれました。嬉しい。とっても美味しかったです。海が見えるところっていいよね。私ね、海行ったりは全くしないの。海入ることはとてもそんなに好きじゃないんだけど、待って、とてもがついちゃったとてもそんなにって何？そんなに好きじゃないんだけど、海があるところは好きです。見てる分には好きです。わかるかな？この夏手前の海がね、一番好き。あと秋ぐらいの海も好きです。はい、そしてここからは軽い食べ歩きです。まずは冷やしパインを食べます。これめちゃくちゃ美味しかった。すごいジューシーだった。あとこの後はチョコバナナを食べました。これね、アイスってすごく美味しかったです。チョコバナナ、私お祭り行ったら絶対チョコバナナを食べるぐらい大好きです。そして歩き疲れたので、カフェで休憩をして帰りたいなと思います。ちょっと短い動画だったんですけど、今日も見てくれてありがとうございました。